ございます。今日は、ジョインズ同日でバイクに乗ってのオープニングでございます。かなちゃんからオファーをいただいたんで、さっき、宮インターを出発いたしました。結構な台数集まってて大きいツーリングみたいになってましたね。はい、ということで本日も発売スタートいたします。よろしくお願いいたします。発売なんだろう。でも多分ここでさらに合流するのかな。到着。立て前。日本じゃないねこれすごい、もう新旧問わずハーレーの量半端ない。いやー、なんかみんなバイクで来る気持ちがわかるな。すごい、今駐車場の近くまで来たんですけど、駐車場になかなか入るのに大渋滞を起こしてるし、今日の炎天下でこの渋滞だとヴィンテージハーレー的にはちょっと心配事が増える感じですね。はい
やでも本当すごいわ。今日何台集まってるんだろう。まあでも実際のこう天候にも恵まれてるんで、まあバイク乗りたいな、どっか行きたいなって時にはちょうどいいツーリングポイントでもありますよね。お、もうちょっと、もうちょっとで入れそうかな。駐車場に入れそう、駐車場に入れそうかな。こんだけ集まっちゃうともう排気音も轟音だよね。となればやっぱり横浜はバイクで来るなってなるのはわからんでもない気がするな。はい、今入りました。すごいすごいバイクの量だね、こりゃ驚きでございます。しかも暑い。はい、じゃあ駐車場に来ました。めちゃくちゃバイクいる、すごい数だなってさっきからずっと言ってるけど、まあ、それに圧巻ですね。はい、さあどこに止めようかなという感じなんですけど、あ、わかりました。すごいね。到着でございます。なんか場所を止める場所が決まってるみたいで、とりあえずじゃあこの辺に止めようかな。よいしょ、はい、ということで今駐車場を見て回って戻りたいと思います。いやいや、すごい人のバイクの数でした。いろんなハーレーが一気に見れるんで、まあなんか面白かったですね。はい、まあ、そして何ですか、やっぱショーバイクね、やっぱプロが作ったショーバイクをこう見るってなったら室内がいいでしょうし、もしこう何ですか、実際ね、あの乗って経年変化してる、まあ、カスタムのバイクを見たいってなったら駐車場もこれおすすめですね。こういうイベントバイクで行ったらめちゃくちゃ面白いですね。行きもハーレーの人たちと走って楽しかったし、着いたら着いたでなんかもういろんなバイクがすごい止まってて、はい、もう最高でございました。ということで今高速乗って帰るところなんですけど、まあ、正直言えばもうちょっと長くいたかったなっていう気持ちがすごく強くあるんですけど、僕豪華な仕事なので、もうねここまでね走ってこれただけでも感謝っすよね。めちゃくちゃ楽しかったっすね。いやよかったな、また来年もバイクで来たいな。でも今日多分天候に恵まれたのが相当大きかったんじゃないかな。
思います。本当にいや過去にいろんなところでバイクで行ったんですけど、